昨日第1回の数学を投稿させてもらったんですが、えー、コメント欄がですね、先輩方がめちゃくちゃ有益な情報を、経験談とかを書いてくれてます。ぜひね、勉強法に悩んでる方は、この動画を見た後にね、コメント欄もぜひ見てください。もしかしたら、えーな、動画の内容より有益かもしれません。はい、はい。ということでね、じゃあ興奮いただきましょう。いきます。こちら。よ,よし。ということで、じゃあ今回は理科やっていきましょう。で、まずは、まあ、相変わらずランキング第1位何かっていうとですね、理科は、 えー、変化球が少ないランキング第1位変化球って何かっていうとこの1234の中で4番ここですお前誰っていう先生その問題どっから持ってきたんですかっていう問題が非常に少ないです割とそのワークとかプリントとかに載ってる、まあ、ちょっとね類似問題で受験問題引っ張ってくることはありますけれど いや、それなんすかっていうのはない。だから、これが非常に出てこないっていうタイプの問題です。だから、勉強したことが素直に出やすいので、得点取りやすいです。頑張った分だけ得点が伸びやすい科目だと思います。まあ、全体に言えることだけどね。で、まずこの教科書ワークプリントの流れから行きましょう。で、教科書は大事です。大事なんですけど、教科書だけを勉強しても得点は伸びません。なぜかっていうと、問題がないんですよね。 基本的に理科の教科書っていうのは言葉が載ってたりとか実験方法が載ったりとかそういうことが書いてあるんだけど練習問題がないのでここだけいくら頑張ってもその知識は得られるんだけどそれを使いこなせないだから得点が伸びない状況になるのでここで基礎固めをした上でここで反復練習していきますワークとプリント特に理科はねあ俺が勝手に思ってるだけかもしれないけど プリントを使う先生が結構多いイメージ。で、しかも、そのテスト範囲、プリント配られますよね。その中にも、プリントの四角2から四角4までやっとけ、みたいなね。だから、それを書いてる先生はめっちゃ出る、ここから。だから、ワークとプリントをバランスよく、両方ともどっちかに偏らない。両方バランスよくやってやってください。ワーク、プリントがある場合はね。まあ、こういった感じが基本的なスタイル。で、大事なのはここ。 ホニャララを制するものは理科テスト理科って書いてあるけどね理科テストを制すと何を制す,れば制すればいいのかっていうとまあ得意な方はねもうそんなもん制してますよって話なんですけどこれ実験です、えー、自分がね今までいろんな生徒を見てきて感じてることなんですが理科が苦手って言ってる方そしてあれ結構勉強頑張ったのに得点が伸びないんですよねって悩んでる方の多くがここを甘く見すぎてる。 実験の勉強をで実験っていうのは学校の定期テストもそうですけど受験にもめちゃくちゃ出てきますめちゃくちゃ出てくるでその実験の内容をしっかり覚えてるかどうかで非常に得点が伸び伸びと沈みが激しくなっていくだからここをまずしっかり押さえなきゃいけないんだと実験がそれだけ大事なんだっていうことを是非この動画で覚えておいてくださいでその中でですねまあこれ今書きましたけどなぜ方法発見と書きました この3段階を覚えてほしくって、まずまあいろんな実験があるじゃないですか。で、今回、今年はさ、コロナの関係でね、学校で実験あまりやらなくなるかもしれないんですけど、まあ、それでもね、えっ、ー、と、確認した。実験自分がやってなくても教科書に載ってたらテスト範囲なので、出てくる可能性あるからね。まずその実験、まあ、ノートとかでも書くと思うんだけど、なんでその実験をやってるのかって、なぜって、何を調べたくてその実験をやってるのっていう目的の部分をまず把握します。 この実験はこのためにやってるんだって。で、次が方法です。実験方法。まあ、いろんなことをね、いろんな器具を使って、こうやってやって、あれを塗ってとかあるじゃないですか。そういう方法を覚えます。実験方法。で、その時に大事なのが、まず注意です。注意っていうのは、実験するときに気をつけなきゃいけないこと。まあ、よく有名なのが、え、ちょっと匂いがきついやつね。それを、こうやって例えば、えっと、入ってたのを、直接嗅いじゃうのダメなんだよね。じゃどう書くかっていうと、手でこうやって仰ぐように。 かぐって。そういうのが出てきたりします。いつも注意点で結構テストに出てきやすいので、実験で気をつけなきゃいけないこと、注意点っていうのを把握する。そして、使い方です。使い方。まあ、器具の名前もよく出てきます。なんか勝手に思ってるのはメスシリンダーってやたら出がちだと思ってるんですけど、あとメスシリンダーの使い方ね。こう、水が入ってる時に、どっから見ますかって、上からですか横からですか下からですか横が正解ですみたいな。 その使い方とかもよく出てくるのでその辺も把握しておきましょうそして最後は発見ですつまりこの実験で何を発見した何が分かったのっていう部分結論の部分ねこれを覚えますただなぜと発見は基本的に同じはずだって調べたいことがなぜで調べてそれが結果が出てきたって同じになってるはずだから ま、ここはリンクしてるはずなんですけど、その一個一個の実験で何のためにやってるのか、そして方法はどういうことをやってるのか、何が分かったのかっていうのをぜひ押さえておいてください。いいかな という感じで、ちょっとね、あと10秒しかないんで、これで終わってしまうんですが、実験、ま、特にね、まだ実験ちょっとね、さらっと勉強してたなって思う方は、もうちょっと、今まで思った2倍ぐらいの要領で勉強してください。そのぐらい実験を抑えると、理科の勉強のリズムに乗っていきますので、よかったら参考にしてもらえたらと思います。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとう。ございました